こんにちはモン。新旧整骨治療の精霊トリサルモンが送るポケモンソード、モン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 。はい、2月27日から3月2日の8時59分まで開催されているマックスレイドバトルのミュウツー討伐で、先日17ライブの生放送で、初日そしてその翌日チャレンジしたもんけど惨敗ということで、3度目の正直ということで、改めてミュウツー討伐に挑戦モン、レッツラゴー。はい、それではやってまいりましょう、ミュウツー討伐。他の方の募集に僕が入りました。メンバーはまあなかなかいい感じなんじゃないでしょうか。ではやってみたいと思います。僕は相変わらずオーロン毛でチョイスしています。特性はいたずら心、性格はわんぱく、技構成はリフレクター光の壁、電磁波イカ様、持ち物は光の粘土でございます。よし、ミュウツーリベンジモン、今日こそは勝つもんよ。頑張れオーロン毛。これでバリアを張ってこなければ、僕は電磁波を出していきたいと思います。よし、出しませんね。では電磁波、これマヒルと素早さが半分になって、4分の1の確率で技が使えなくなりますね。よしよしよし。お、いい減りですね。お、バリア張りました。この6枚の壁がね、なかなかきついもん。もうほんと今回は勝つ、絶対に勝つ、この気持ちが大事もんね。確実にバリアを壊していく。あ、これは特攻ミュウツーですね。おお、減った、恐ろしい。で、あられが降るもんね。地味に削られるもんからね、このあられで。おお、と危なっ。連続で刺されると結構倒れることが多いもんから、ここ注意ですね。ギリギリ。いや、次僕はまあ回復でしょうね。この戦いで4回倒れるとやっぱり終わってしまうので、回復するのはとても大事もん。うん、回復ですね。これで元気100倍オーロンゲー。いや、これいいもんね、能力奪い取るっていうね。1枚ずつ確実に壊していきましょう。お、ナイス、光の壁、ナイスです。僕ね、もしやらなかったら次僕が壁を張るターンだったんですけど、これで違うことができるので嬉しいです。おお、もうほんと怖い、恐ろしい。もう何してくるかほんとわかんないもんから。よし、ダイマックスパワーたまった。これはもう巨大マックスでしょ、僕はね。いきますよ。まあ、ダイマックス、巨大マックスすると、壁が2枚一度に破れるもんから、技を出すね。もうできるときにやっとかないと。おぉ、足長っ。おぉ、強そう。いや、強い。お、いい感じ。よし、あと1枚もん、バリア。よしよし、これで6枚のバリアが全て壊れると。
よし、いい感じ。これで特防がちょっと下がって、うん、半分手前ぐらいまで来たもんね。よしよしよし、黄色いターンになりました。 HP が6枚壁で、これで2枚壊すと。危ない危ない。であられになるとね。おお、あ、なんか今までは結構同じ人に技が、まあ、こういう風に2連続でなって倒れることが多かったもんけど、今回はさほど、まね、あのいっぱい受けてるわけじゃないもんから、これで1回1人離脱しました。あと3枠。いやでも結構早い段階で黄色いターン、このバーが、ミュウツーの HP の残量が来たもんから、なかなか今までやってきた中ではいい感じかもしれないもん。よしよし、回復。おー、ウィンダー。おー、いいですね。この回復がとっても貴重。ありがとう、もん。これで2枚また壊して、あと1枚。いや、いい感じなんじゃないですか、これ。これもしかしたら倒せるかも。まあ大丈夫でしょう。うんうんうん。おー、危なマーシャドウ結構やられる確率高いもんから要注意ですね。あー、いやー、まだ僕巨大マックスの姿のオーロンゲは全然余裕ですよ。よし、ザシアン復活。ふふふ、ミュウツーもちょっと焦ってるんじゃないかな、これ。ちょっとマーシャドウ心配もんけど。よし、あとちょっと。いや、これいけるいけるいける。慎重に冷静に行こう、慌てずにね。よーし、やったー、ミュウツー撃破ー。おー、やったやったやった。これで、あ、特製カプセルも落ちてる。これ、この下の。あー、すごいすごいすごい。初めて勝ちました。リベンジ大成功。はい、ということで、ミュウツー見事に討伐できました。やりました。こんな感じで、まあ、メンバーとかその時の運とかにもよっていろいろ変わってくると思うもんけど、みんなも頑張ってミュウツー討伐してみてもん。ということで、チャンネル登録、そして高評価よろしければお願いいたします。トリサルモンがお送りいたしました。みんな、バイバイモーン。